どうも、コーズです。今回は、サジャラリノちゃんのファンミーティングに行ってみた動画、ちょうど多分冒頭のシーンだと思われます。今日はですね、6月26日日曜日、時刻は、2時25分ぐらいです。今日はね、新宿、ここは新宿です。新宿で、指原莉乃ちゃんのファンミーティングが行われるということで、一部二部制なんですけど、一部に当選してまして、今も会場に向かっていると。国民共済ホールというところなんですけど、初めて行くところで、ちょっと、場所合ってんのかわかんないですけど、ちょっと行ってみようというふうなところです。で、今日は、さらに、アルビレックス新潟対横浜 FC という、私が応援しているアルビレックス新潟のですね、試合が、6時から横浜で、あるというところで、そこを回すんですね。だから、2時開場、2時45分開始のファンミから、まあ、何時に終わるか分かんないけど、多分1時間ぐらいと思うんですよ。で、1時間ぐらいで終わると、まあ、4時ぐらいには出れるから、で、まあ、湘南新宿ラインか東横線かで、横浜駅まで行って、っていう感じ。サッカーの試合を回すと。なので、ビログは実は2本立てです。このファンミ版と、アルビの試合見に行った版で、ビログ2本お届けする予定です。場所合ってんのかな？この辺なんだよな、多分。違うんかな？わかんねえな。で、席はね、なんか11列目ぐらいで、なんか可もなく不可もなくちょうど真ん中ぐらいみたいな。で、今日はなんか事前にもうすでになんか撮影タイムは、普通の、ガチめのカメラ使っていいよみたいな、リノちゃんがツイートしてたので、まあガチめのカメラを、まあ堂々と持ってくるというような状況です。合ってんのかな、場所。この辺じゃねえの？違うかな？こっち側？あ、こっち側かな？違うかな？多分。いやー、わかんないよ。初めて来る会場だから。で、多分、まあ、どんなにね、ファンミが押しても、まあ、キックオフ6時なんで、まあ、それには間に合うはずなんですが、まあ、ただね、YouTuber 的には、サッカー試合前と後に生配信をする予定なんで、あ、ここだな。ここでした。ここが、国民共済なんとかホール、コープホールだっけ、これスペースゼロって書いてあるやつ、ここです。ここが本日のファンミの会場ですね。初めて来るわ。なんか事前に 見ると客席数480とかだ、500人弱入るようなマックス会場らしいですね。うん、じゃあちょっと入ってみましょう。はい、というわけで、ちょうどね、今会場を後にして、今時刻は、4時10分前ぐらい。指原ファンミに行くので、僕は気合を入れてロレックスをつけてるというふうなところなんですけど、まあ無事イベントも終わりまして、ただね、そのトーク内容的に結構そのレポ禁ですみたいな、レポ禁止ですみたいなのが結構多くて、何を喋っていいやら、もはやちょっとわかんないんですけど、まあただ、久しぶりに1時間みっちり、喋りまくるリノちゃんを見れて、まあ楽しかったっていうのと、最後お見送りがあったので、お見送りで、コーズ TBT アピールしたら、いいよ、わかってるよ、みたいな、反応をもらったっていうのが、まあ、ハイライトですかね。で、写真撮影タイムもあって、撮ったので、これからね、横浜に移動するんですけど、すぐに。その、電車の中で現像しようかなっていうふうに思いますので、多分、この動画より先にツイッター上で写真が上がってると思いますので、僕のツイッターのアカウントをご覧ください、というふうなところで、急いで、これから横浜に向かうという、弾丸現場回し。
が始まりますので、よろしくお願いします。続きは、アルビレックス対横浜 FC の観戦記、観戦ブログをビログをぜひご覧ください。では今回はこの辺でおしまいというふうな感じでした。どうも、コーズです。今回ですけども、今月は満ちるという楽曲ついにプロデュースいたしまして、楽曲プロデュースね、コーズアンダーグラウンドフューチャリングの、楽曲プロデュースは結構ね、曲数も出てきているんですけれども、まあ、今月は満ちる、これは指原莉乃さんが HKT メンバーに書き下ろした公演の、表題タイトルになっているわけですけれども、僕なりの解釈で歌詞を自ら書いてみました。全くサッシーのね、今月は満ちるとは全く別の楽曲になっていますが、まあ、王道アイドルソング調であるということは、似ています。なので、ぜひね、音源化されていない指原伝説の、今月は満ちるを思いながら、コーズアンダーグラウンドの今月は満ちる、ぜひ聴いてみてください。 MV 公開中です。どうも、コーズです。私がプロデュースしたアイドルソング、ファーストシングル、先に好きと言えなくてついにリリースになりました。アイドルオタクかつ楽曲派の私が実際にアイドルが歌ってみたら最高なんじゃないかという曲を作ってみました。ぜひ、各種配信サイト、そして MV は YouTube にて公開中、ぜひチェックお願いいたします。私が作詞して歌っている情熱のループ、アルビレックス新潟の応援ソングですね。iTunes Music、そして Spotify などの配信サイトで絶賛配信中。まだお聞きになってない方、ぜひ概要欄からチェックお願いいたします。